スワードを入力してください。まず、ビクトリアス。ごめんなさい。ひらがなですね。はい、で全部で3つあります。全部3つとも、ひらがなで入力してください。ゴットハンド、ゴッドハンド、ゴッドハンドちょっと開けます。ひらがな、ブラマサ、ムラサメ、ムはい、ムラサメで、最後がゴッド、ハンド。はい、これでインプットは終了。で、このサーチっていうのがこう移動させていって探していくんですけど、これ丸をしながら、やれば、サヌギや砂丘が見つかりました。バージエボンが、見つかった。あと面変数キノコ湯はこれ5つぐらいだったかな、確かに。で、あとここら辺お願いです。以上ですね。5つ、6つか、まあ、こんな感じで、全部見つかりました。じゃあこちらの方ちょっと1個ずついっていきましょう。まずバージエボン、これはね後でいきます。ビサイド席行きたいと思います。ちょっと朝食を食べながら、これはね、まあ、アイテムが ビクトリアスは、リュックの防具じゃなかったっけな。サンジの、魔法攻撃を無効にします。ビサイドの言うたら、はい、こっちはよーし、はし、チッ、これビサイド島の上のところにある遺跡のところですね。ムラサメを手に入れました。ムラサメはアーミーの武器ですね、非常に強い武器。やっぱね、マジックポイント1っていうのはでかいですよ。やっぱこれだけブンドルやるんで、未変解消し、よし、で、こちらの方も行きます。こちらがサーチで手に入れたやつか。サーチじゃないな、あ、
そうだ、サーチですね。これ見えにくいですけど、ここにあります。パスファインダー、リンの店から見えた二辺の遺跡ですね。まあ飛行船がないと、絶対に行くことができない場所ですね。じゃあ次、キノコ岩。さあ、ここには何があるのか。さあ、モンスターが出てきましたね。こいつらもどんどん捕まえていきましょう。終わり。さあ、シチオの鏡が反応している。使いましょう。これが、リュックの最強の武器、ゴッドハンドですね。ただし、今のところまだ使い道がないので、ではどんどん行きましょう。まあこれは HD リマスターバージョンなんで、問題ないんですけど、昔はまあプレステ2だったかな、ファントムに吸収技ですね。昔はまあプレステ2でこのゲームあったんですけど、通常版とインターネットバージョン、インターナショナルバージョンだね。通常版はまあ最強のボスが、全てを超し者っていう、まあ闘技場で出てくるモンスターなんですけど、インターナショナルバージョンは、ディアリヒターっていう、まあ暗黒召喚獣みたいなやつがいるんですけど、それの親玉が出てくるんですけどね、まあ、それをね、倒したいがためにインターネットバージョンも買ってやった記憶があります。ただ、HD リマスターはそんなことしなくてもそいつと戦うことができるということで、まあ、非常にね面白い。で、まあ、現在は、ダーク召喚獣だね、そちらの方はもちろん戦うことはできません。今のレベルでは到底勝ち目ありません。で、グレートブリッジ、これあれですね、今行くべき場所ではない。あとオメガ遺跡、オメガ遺跡も行けないですね。なんで、とりあえずモンスターをねまず集めましょう。
なんで、ここからはもうほとんどモンスター狩りになっていきます。ただ今のところ全然、いらないんですけど、すっごい金がいるんで、最強の武器を作ったりとかするためにめちゃめちゃ金が必要になりますので、お金を貯めないといけない。そのお金の貯め方もまた動画でアップしていこうと思います。このグアドサラムに今さら何の用ですかな。やろうってのかよ。この老いぼれを痛めつけて気が済むのなら、煮るなり焼くなりご勝手になされ。え、シーモア様亡き後、新たな族長もおられぬ。もはやグアドは真に滅ぼされるのを待つばかり。ならば今ここで殺されても構うものか。ジスカル様とシーモア様のおそばに行けるなら、そっ首叩き落とされても一向に構わん。老いぼれを切り捨てな。まあ、ここへ来た理由としまして、異界の場所へ多分行けるはず、そこでちょっとアイテムを取ってきたいんで。おいぼれ、ここで確かルールの、最強の武器にするための繊維があったはず。これ火星の印。これほど祈っておるのにシモア様が現れんとは。さては異界に行けず魔物となられたか。私は何者にもなっていないのです。旅が全部終わったらまた報告に来ますね。良い報告ということですね。はい、まあここはもう用はなし。次は雷平原ですね。雷平原は新たにモンスターが追加されております。
AP に意外とかあるかな。うん、ラストエレスサーか。これ勝負師の飛びましたよね。まあラストエリクターとかもいっぱい手に入るんで、何を見てらっしゃるのですか。いや、少し考え事をね。ちゃんと捨てって言ってるだろうが。大事な土産なんだぞ。うわおう、あ大丈夫か。今の様子撮っておいたぞ。やかましい。
取らないといけないのが鉄麻痺の鉄巨人か。はい、データを全部落としまして、ではやっていきたいと思います。マカラーニアのこれ七葉のところですね。来ました。さあ、七葉の武器を差し出すのだ。日輪の意味武器がパワーアップした。あのね、正直一段階ではゴミですからね。月輪の引用ここまでかな。一段階アップした状態だとユーナだとダブルドライブ、アルテマウイコンだとダブルドライブ、ダブルドライブですね。間違った。はい、では、ここにはもういないですね。では最後、ピーカーネルに行きましょうか。ピーカーネルで、モンスターを捕獲していきましょう。まあピーカーネルの場合だと多分ね、全部取ってない可能性があるんですよね。あれをアルベダの本を、とどめ！リュックのやつが一番簡単だったかな。サブテンダーの外、ほんで多分ここのピーカーネルのところにリュックのインが多分落ちてたはずなんで、それが取れてないんだよ。本もしっかり集めていって、
つ集められるやつはこんなところかな。ではでは、空艇に戻りましょう。怖いですからね、オメガ遺跡は勝てないと思う。そのためにね、先駆けをつけたんで。なんだよここ。700年くらい前、エボンの教えに背いた総監が処刑されたわ。ああ、反逆者オメガだろ。オメガは寺院を恨み、魔物となってスピラをさまよう。暗い地面の下が好きだって言い伝えだよな。それがここ。おじけづいたか。なわけねえだろ。さあ一旦セーブしましょう。さて、むずいよここは。敵がマジ強いからね。倒せないんだよ。やばいやばい。なんか最悪のコンボだよ。ほらね。いやーむずい。ここは無理だな。一回セーブしないとね、無理ですから。